せーの、スイーツのよしあいくぞ、おたと、ひかるです。はい、ということで、今日はですね、久しぶりの募集コーナー、はい、今日の募集のテーマはですね、はい、好きな人にこれは絶対言えないなの秘密エピソードでございます。なるほど。これね、まあ最初に言っちゃうとね、えげつないです。そうなんや、うん、みんながやばいわ。さすが俺のフォロワーって感じ。めちゃくちゃ来た。だからやっぱ秘密ってやっぱ人あるんやなって言いたいんちゃう。しかもリアルすぎる秘密が届いてるんで、はい、今日はちょっとね言っていきたいと思います。はい、はい、ご協力してくれてありがとうございました。ありがとうございます。では早速今日も元気にやっていきましょう。せーの、レッドリオン。ということで、じゃあもう早速読んでいきたいと思います。はい、はい、まず1個目からもういきます。はい、デリやってた。あー、秘密にしてるってことね。あのね、デリってデリヘルのこと。あ、そうです。これはめっちゃね、十何件来てた。これ、そうなんや。はい、まあこれだから彼氏とかに行ってないってことやんな。でもバレへんねやな、意外と。仕事行ってきますって言って、うん、その昼間から活動開始みたいなのも生きるから多分な。あー、だからバレないんちゃう、そのガチでうまくやったら。なおかつさ、一緒に住んでなかったらわからなくない。確かにな。はい、次、好きな人から LINE 来た時、間違えてすぐ開かないように通知オフにしてます。え、やってたことある。どういうこと？やったことある。 LINE 来ても、うん、通知パッて上にさ、バナーで来るやん。新着メッセージありますって出る来るやん、うん、そしたらさ、誰かわからんやん、それって。あ、うんうん、誰か。けど、彼氏をオフにしてたら、うん、あ、これ彼氏かなと思って、うん、ワクワクする気持ちがなくなる。なるほどね。来て、あ、彼氏やなと思って開いて違う人やったら、うん、意味わからんところでがっかりするやん。そういうこと。自分の機嫌は自分で取らなあかんから、定期的に LINE を開くようになるよ。なんで、ね、通知来てないから、まだ返信来てないかと思ってパッて見た時に、ピゴンそこで開いた時に通知できたら嬉しい気持ちになる。これじゃあ女の子あるある、もしかして。どうなんやろ、わからんけど。男であんまやってる人いないと思うけどな。うん、わからなさそう。はい、次行きます。二股してて、その人とドライブ行ってキスしたりした。まあ、これは、セーフじゃない。バーカとしてセーフではないどこがセーフなんこれのキスしたりしたってさ、これキスをさ、結構ヤバいことと思ってる時点でいい声と思う。そんなの何人おると思う、こんなの。あの、見本でいいよな注意すんの、これは。わかる。あ、これまあええやろ、彼から軽いじゃないよ。はい、では次、今彼が初体験だという嘘をついてること、本当は元彼が初、喜ばせるために初めてみたいなとか。嬉しいかそれ。俺は別に気にしない、その別に初めてじゃなくていいって感じ。これめっちゃ多かった、その彼氏とかを気使って初めて感出すんで。若い子やったらそうなるのかな。うん、初めてだとさ嬉しいよね。嬉しいよ。なんか、え、初めてなんだけどこういうのとか言われたらやっぱさ嬉しいやん。あー、別に初体験がじゃなくても。あ、違う違う、どっちかっていうと初体験じゃなくてそっちの方が俺嬉しい。お出かけ行って、うん、え、ここ初めて来たとか、うんうんうん、え、初めてこういうことすんねんけどっていう方が俺嬉しい。毎回言ってるやつね。あのさ俺をちょっとさ人間不信にしようとしてるよね今回そういうテーマにした、ヒカルなあ、て、あのキャラが変わってるんよ、そのやめてやじゃあ今回の動画のテーマは、うん、オタくんを人間不信にさせる。ありがとうねうん、ありがとうね。動画ごとにちょっとキャラ変えていくわ。じゃあ、あ、じゃあ俺も変えていくわ。何？いくよ、じゃあ、うん、え、次行きます金髪先生です。初めてやったんか。まあまあ似てたね。まあまあ似てた。はい、次、経験人数1人って言ってるけど本当は10人くらいいる、未だに私のことピュアだと思ってる彼。まあこれもさっきのと一緒やね、ほぼ。人数のごまかしは多分やってる子はやってると思うよ。経験人数何人ぐらいなのって言った時のその答えね、うん、いや、ベストアンサーは二手ぐらいかなみたいな。あー、一番いいね、うん、その絶妙なとこじゃない。毎回言ってるから、ヒカル。まあそれはそれ別に良くない。別に良くない。それは良くない。一回ちょっと考えちゃったそのキャラっていうのもあるからちょっとあれ。いや、今のはキャラじゃない部分。あー、ガチなやつね。では次、ご飯って毎回おごんないといけないの。これメンズなんですよね。あー、思ってること言えてないことね。そうだ、彼女にそのご飯全部おごってるんよ。言えないやん、そういうのって。あー、これを思うってことは毎回そうお金を出してるのが嫌なわけじゃないと思う、うん、これの真実は女の子がこの男の子に対して尽くしてないからこそこれを思ってしまう。例えば一緒に同棲してましたってなりました、うん、お部屋の片付けだったりとか、彼氏の洗濯をきれいに畳んだりとか、似合いそうだから服買ってきたよとか、うんうんうん、彼はやるんですけど、あーね、これをやって
たらご飯を毎回おごってたとしても、うん、毎回払ってんなっていう感覚にはならんのよ。そういうことね、うん、それはそうやわ。だから他のとこでね、なんかね、そう、まあ、サポートいつもやってもらって支えてもらってて、うん、癒しをいただいてるから、うん、ご飯ぐらいはおごらせてよっていうぐらい女の子が頑張ればいいだけなんです。じゃあこの彼女が頑張れっていう感じやな。確かにそれは今の本当に100点じゃない。これまた可愛い感じです。はい。親に付き合ってることを言えない。おたくんもでも言わんはる。あ、俺言わんな。で、俺ちょっとおもろいのが、うん、俺結構ずっと彼女いたんですよね、学生の時ね。うんうん。で、お母さんもやっぱそういうの聞きづらいやん。わかる？そう、多分息子に、俺に多分言うのが、はい、多分当時。しかもさ、おたくん反抗期めっちゃひどかったやん。あ、そうそう、それもあって、うん、多分聞きづらかったんだ。それでなんか、たまにある飲み会みたいな、そのお母さんが働いてる、ね、パートか、うん。パートで飲み会みたいな、時があって、うんうん、でその飲み会の帰り、お母さん帰ってきた時必ず聞かれる。それを酔ったノリでってこと。そう、酔ったノリで。かわいいっていうのがもう日常茶飯事みたいな。お母さん可愛くない？そう。だから聞きたいんだよ、普段から。そう、普段から聞きたいんやけど、ちょっと聞きづらいから。お酒の回ってる時に。そう、それはめっちゃ思ってた。当時俺子供の時に。それ聞かれてなんて答えるの？いや、答える俺はちゃんと。あ、普通にちゃんと。あ、普通に、うん。あ、いるよって。そう。そっから突っ込んでくれるの？いや、やっぱいるんだ、みたいな。で、終わり。え、どんな子なの？みたいな。いや、結構聞かれるんで。そう。でもその機会を逃したら聞かれへんから。そう。だからそう。それはちょっと可愛かったな、お母さんが。そうなんや。では次いきます。他の女子にも優しいのが普通に嫌だ。しょうがないけど。ああ。わかる？その自分にだけ本当は優しくしてほしいけど、うんうんうん、これってさ、もう俺もわからんねんな。わかる？その全員に優しい方がいいのか、彼女だけに優しい方がいいのか。ヒカルは、うん、全員に優しい方が好きやけど、うん、優しいのと思わせぶりするのって違うから。例えば、女の子がおって、うん、なんかこう優しくするのはいいけど、うん、ちゃんと彼女が一番ですよっていうことを分かるようにしてくれる人がいい。ああ、だからそこね。順位的にね。そう。確かに。ワンチャンいけそうみたいな雰囲気を出す人もおるやん。うん、優しさプラス、うん、ワンチャンありますよ、ね、感みたいな。確かに確かに。それは嫌やけど、みたいな感じかな。では次いきます。ちょっと臭いかも。どっちがどっちに？いや、わからん、これは。ただまあ、臭いって言いづらいよな、でもな、普通にな。でも、臭い瞬間がない人間なんかおらんくない？でもこれは俺思ったけど、臭いとか言い合える関係になった、なったらめっちゃ強いね。あー、そういうこと？そう、関係的にもう何でも言えるみたいな。俺そういう子がいいんですよ。そう、何でも言えるみたいな。だからニンニク食べた後とかにも。ニンニクはいいよ、全然、うん。それはだって笑い合える臭い。ああね。いや、例えばさ、うん、キスした時に口臭かって言える。ああ、そういうことね。いや、だからそういう時も、くっせって言える関係。無理やな、それは。ガチ？え、無理？無理やな。俺はそんぐらいでもいいか。まあ、よくないか。その関係じゃきついかな、ヒカルは。確かに。はい、では行きまーす。実は、元 AV 女優。すいません。これ10人ぐらい来たんですけど。AV 女優ってそんな多いんや。だから多分俺のフォロワーに AV 女優が多いよ。ありがとうね。別にでも悪いことではなくない？浮気とかじゃないやん、別に。うん、まあ俺も気にしないけどね。しかも元やからよくない？うん。ゲームだったらちょっとあれやけどな。別に過去はどうでもいいって感じ。うんうん、彼女いるけど、オナホに課金してます。どういうこと？どういうこと？軽く理解できへん。ちょっとこれはオブラートに包むわ。うん、その彼女いるけど、うん、その一人でやるグッズ。ああ！にめちゃくちゃ課金してます。へえ。ってことだね。一、うん、人でやるグッズってそんないろいろあるんや。すごいね、種類は。あ、そうなんや。で、どう思う？これは。もしその彼氏が一緒に住んでて、パってなんかこう引き出し取った時にその、一人のグッズがこうで、めっちゃ出てきたみたいな。言う？それは、直接。それは言う。あ、言うんや。それどういうテンションで言うん？え、笑いながら。あー。ねえ、ね、何これみたいな。あー、それはいいな。持っていく。あー、それはいいな。か、これどうやって使うのっていう。あー、でもあんまいないで、そういう人。え、そう？怒るんじゃん、普通は。え、怒る？全然怒らないけど。マジ？え、じゃあなんで一人でなんかやろうとしてんのみたいな。私じゃ満足できないじゃん、みたいな感じにはならんの？全然ならん。見習ってください。はい、次。会社の上司と不倫な関係、辞めたいけどずっと憧れのイケメン上司でずるずる続いてる。おー、まあいいんじゃないですか？あ、チャピン。いいんじゃないですかじゃないよ。よくないな。どう考えても不倫やし、しかも。うん、子供とかがおったらやめた方がいいと思う、うん、まあこれちょっとむずいな。ちょっと俺もこれはちょっと扱いきれんわ。不倫するにしてもその状況による
るやん。ああね。もう夫婦としてあんまりもう会ってないとか、うん、全然喋らんとかの状態の不倫とさ、うん、普通に円満な家庭の不倫は全然違うよ。確かに。次、彼氏に内緒でパパ活してます。パパ活相手に感情ないので悪いことしてるとは思いません。ナイスだ。メンタル強いな、この。ナイスナイス。これは俺から言わせてもらうと、うん、言うてってなるわ。わかる？内緒にする必要ないやんっていう。いやいやいや、逆にパパ活してるって言われて、あ、そうなんだってなる？レッツゴーレッツゴー。パパ活頑張ってください。次、好きな人について裏で情報もらってます。可愛くない？うん。まあこれはいいんちゃう？別に。女の子かな。これは別にな、あるあるなんちゃう？はい、次。裏垢の一シーンに彼氏を入れずに彼氏に見られたくないストーリーを出してること。男にやったったことあるわ。俺もあるわ。悪いことではないと思うで、俺は別に。例えばじゃあ彼女のタンプレ買ってきたみたいなストーリーとかね。そういうのはだって入れたらさ、あれやしさ、内容によるくない？これでもめっちゃあるあるやろな。いや、これはあるあるやろ。この秘密は別にいいんちゃう？うんうん。って思う。ただそのバレないようにっていうかさ、うん、入れてないってことがバレた時は結構気まずいよね。だからこそ親しいの使い方をうまくしよう。そうやな。人の話題になるようなことを親しいにはあげない方がいいよね、うん、ああ確かに確かに。こないださ、あの子のさ、うん、ストーリーでさみたいな、え、そんな上がってたみたいな。もう大体親しいだから、そういうの。そうじゃない？もうなんか何かしらのなんか流出とかって。そうそう。はい、じゃあ気をつけてください。はい、もう彼氏の体に飽きてエチエチしたくないこと。これ聞かれた時、今までで一番重いわ、この問題は、うん、これは重いな、ね、確かに。俺こんなこと思われたら俺もう無理やもん。え、じゃあ俺どうしたらいい？俺サプリメント飲む？飽きたって、飽きたって別にもうさ、改善点ないやん、体に飽きたって。もうだからもう体の相性やん、それって。まあ恋愛って体が全てじゃないから。はい、次。同性のアイドルガチ推ししてること、いつかバレるのに。だから俺だったら男のアイドルをガチで推してるみたいな。現場毎回行ってみたいな。え、同性別に良くない？恋愛対象じゃないでしょ。なんかバレるよ、それは。うん、バレるよな。まあでも別にバレてもちゃう。うん、確かに。まあでも行ったらいいんちゃう。アイドル好きでめっちゃ行ってるんよって、うん、な。彼氏いるけど前に好きだった人に電話したんだけど、その延長線でまた好きって気持ちが戻りそう。ね、こういうのめっちゃ多かってんな。マジ？その元彼系？彼氏の相談元彼にして、元彼が好きになったまたみたいな。とかめっちゃ来てん、マジで。3、4割これだった気がする。マジ？そう。だその元彼関係。結婚するけど、やっぱ元彼が忘れられないとか。どうしても元彼のことを考えちゃうみたいな。で、体の関係だけ持っちゃうみたいな。めっちゃ多かった。一番最悪。そう。めっちゃ多かった、本当に。はい、行きます。清楚ぶってるけど不倫も浮気もしたことある？うわ、これはね、よく言うよね。清楚系？清楚系に限って、一致的な。そのまんまやな、これ。あー、これね。彼氏との将来見えないから他にいい人いたらそっち行こうと心に決めてます。人間不信になるよねー。まあ、これはヒカルもいいと思う。ダメです。だって将来見えないんでしょ。だったらもう別れなさい。あー。キープはしない。でも嫌いなわけじゃないでしょ。あ、好きだけど将来が見えないからってことじゃないの？だから次いい人がいるまでキープしますってことやもん。好きじゃなかったら別れた方がいいと思うけど、ね、ちょっと女の子ってこれ怖いよね。自分のことが好きな人がいた時、私は好きじゃないけど DM とかするとき沼れーって思うこと。最低だよね。あ、向こうのが自分のことを好きだった時ね。そう、だから別にどうでもいいのに、うん、まあ好きにさせちゃおうかなみたいな感じでこうやってやる人がいいね。なるほどですね、うん、ダメです。かわいそう、男の子が。まあ幸せな気分になるんじゃないですか。じゃあ最後いきます。過去のドロドロ恋愛を綺麗化して話してる。ナイスだ。彼氏にとか友達にとかじゃん。ああ。逆なんだよね、俺。あ、ちょっと盛るのね。俺逆に盛っちゃうね、そのおもろいからエピソードとして。どっちかじゃない、うん、多分。綺麗化はしないな。どっちかっていうと。綺麗化って何？あ、すごいいい恋愛だった的な。あ、そうそうそう。あ、そういうことね。なんかダメをクズをみたいなやつと付き合って最悪の恋愛だったのに、うん、めっちゃ優しくてめっちゃいい人と付き合ったっていうの。そう。あ、すごい、うん、長くて3年ぐらい。それはプライドじゃない、やっぱ。あ、そういうこと。そういうのは。ああね。はい、ということで皆さんどうだったでしょうか。いや、これ秘密怖いわ。これ本当にマジで怖いねんけど。俺もう無理やわ。なんかめっちゃぶっ飛んだ秘密とかじゃなくてさ、リアルなラインをさ、うん、攻めてくるやん。マジでリアルすぎてさ、全員 AV 女優に見えてきた。それはやばい。まあ多分女の子が多かったんですけど、はい、ちょっとマジで頑張ろう、メンズたちも。はい、ということでね、まあ今回ちょっと秘密をちょっと募集したんで、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、またなんかね、あればまた募集かけますので、ぜひその時は教えてください。はい、ということで皆さん最後まで聞いてありがとうございました。
ぜひちょっとでもこれマジでやばいなと思ったら高評価チャンネルお願いします。お願いします。以上、おとと。トレでした。バイバーイ。バイバーイ。